阿蘇市一宮町のうなり茶屋2階の阿蘇伝承文化村ふるさと面白館では、毎月第4土曜日に昔ながらの伝承遊びを楽しむ催しが行われています。今年度最初の伝承遊びは4月28日にわらじ作りと童謡を歌う会が開かれました。わらじ作りでは地元の人や観光客も参加し、先生に教わりながらわらじを作りました。童謡を歌う会では山淵元先生が昔の歌を思い出しながら一緒に歌いましょうと挨拶をしました。熊本市内から招いた小材ひろこ先生は、今のお母さん子供たちにも童謡の楽しさを知ってもらい、歌を伝えてもらいたいと話をし、今の季節にふさわしい鯉のぼりの歌や背比べをみんなで歌ったり、茶摘みの歌に合わせた手遊びをして楽しみました。ふるさと面白館では毎月第4土曜日に竹細工や方言遊びなど様々な伝承遊びが行われます。